冷静になって次のレベルまで結構あるくっそその辺はあれなんだな、サクサクしてない感じなんだな。おい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 、なんか遺跡、本格的な遺跡だぞ。本格的じゃなくなった急に命知らずの探索者よ、よくぞ来たな。お茶を出したいところは山々だが、多分その時に私は死んでいるだろうから、まあゆっくりしていけ。バイカラクリの王と固く閉ざされている。なんか急に現代的になったじゃないかよ。なんだこれ、全然ピラミッドって感じじゃねえよ。どこが遺跡なんだよ。トロッコがなんかランデブーしてるけど、ちょっとね、毒ってさ自然に治ったりするのかな。これ大丈夫？これ当たったら死ぬやつじゃねえか大丈夫かこれ。アップでめっちゃシビアに作ってあんじゃねえかよおい。危なっ。あ、全回復できるんだ。あ、しかもセーブも。よし、これで毒が消えた。ナイス。これ、ああ、時間差で今ダメージ受けたね。けど結構食らってるわ。100食らってる今でも時間差で食らった気がするけどな。ちょっと多勢に無勢すぎるだろうが1体でも俺ギリギリだぞ。不思議な扉。まあ一本道だね。でもね、セーブしよう。こうおい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 、なんだ、なんかあるなあ。こっちはあれ、なんかでもああエリクサー、めっちゃいいな手に入ったけど、でも宝の持ち腐れエリクサーって言うけど俺 MP 使うことないよ魔法何も覚えてないからねあ、でもこれぐらいなら倒せるんじゃないか。ちょっとレベルも上げていこうマジで。やべえって、この先このままじゃ全然やっていけないよ俺。とりあえずここで一回レベルを上げといて、レベル3になったらなんか覚えてくれるはず。さすがにこの作者にも良心というものがあるはずこれでなんか何も覚えなかったらマジできついけど、だってこれさ装備も一応今のところ最強装備のはずだよ。売ってるもので一番高いもの。あ、スライムと比べてあいつ40もくれるんだ。あ、でも1匹20か。そう考えるとまあ普通っていうか、はめちゃめちゃダメージ食らってんだけど、はこれなんかここ今トゲ出てきたんだけど、ニョキって、それなんかすげえダメージ食らったんだけど。ってことはこれもすげえダメージ食らう。あるいは即死だな。ちょっと待って、何こいつアンソニー山崎。なんかキモい見た目の色合いがキモい色合いがキモいピクシーが現れた。こいつ大丈夫か。でも与えてくるダメージはそんなに強くない。これなら勝てるか、1対1なら。よし、危ねえ。アンソニー経験値、アンソニーうまい。アンソニーの経験値うまいわ。 1.5m 飛びながら相手の顎に蹴りを入れる。結構具体的な、なんか肉体技覚えた。あ、そうだった。こっから出るやつね。こっから出る針ね。あれ300ダメージ与えてくるから気をつけろ。これ当たってもいいのこれ当たっていいのか。そういうこと。HP1 当たっちゃダメだったHP1 にされちゃうんだちょっともうきつすぎるだろうが、シビアすぎるよ。なんで、なるほど、エフェクトとか出てないけど当たると100ダメージぐらい与えてくるんだ。きつ呪われし、なんか元リンボーダンサーなるほどね。なんか経験値結構くれそうじゃない。こいつ混乱だとめちゃめちゃきつい強こいつ。あぶねえ。あ、やべえ、これはめ殺される。あぶねえ。でも60の経験値結構うまい。これちょっとセーブしとこう。こまめに理覚しないでこれ死んじゃうよ俺。あ、今の許されるんだ。でもさ、よく見るとこさ床のさ色がちょっと違うんだよね。トゲが出る床だから。絶対死ぬよこれは。逃げて。もうちょっとこまめにセーブしないと。アトラクションが、アンソニーあの時また現れたねよしよし、こいつはうめえんだ。こいつは倒した方がいいから。どうせさこれなんかさ奥に中ボスいるだろ。中ボスだかなんかわかんねえけど絶対いるから、こいつらで経験値稼いどいた方がいいんだよ絶対。次のレベルいくつ ?121 だ。わりかし近い。でもアイテムがもうやべえかもしれない。回復薬俺すげえ勢いで使ってるから。スイッチ、何スイッチ押したけどわかんねえ、説明がねえよ。このでもさコウモリはあんまり美味しくねえ気がするけどな。3発かかるじゃん。他のやつらも全員3発なんだよな大体な。だったらさこいつ1体で20ずつしかもらえないから、アンソニー山崎1体で60とかくれるからね。ほら40しかくれないんだって。そんなに美味しくないんだよね。あとここな、気をつけろこの辺。あ、今食らったことになってんの？ちょっともうシビアすぎる。今大丈夫だよな。ちょっとでも食らった。アンソニー山崎、お前は美味しいから俺が狩る。やべ、大丈夫か？いや、行く、俺は行く。俺は男の子だから行く。よーし、これうめえんだよな、アンソニー山崎。しかも金ももらえるからさ、アンソニー山崎はうまい。大丈夫ね。ちょっとでも触れたらなんか100食らってるからさ。あ、やべ、こっちから抜けよう。奥にさ針が出るやつがあるから。あーし、抜けた。そして威嚇して、でさ、さっきのさスイッチなんだった？あ、光ってる？あ、光ってる。あ、全回復。絶対ボスじゃん、全回復するってことは。申し訳程度のピラミッド要素です。3つの試練に調整していただきます。調整しますか？バイ KHE。 はい、ボイボイでんあ、はいはい、すいませんすいません、俺がです。あなたが聞いてたお告げが出てきた食べ物。あ、ちょっと待って、お告げってあれだよね、旧作とかなんだっけ、焼きそばだっけ。なんか焼きそばって言われた気がする俺。なんか食いも確か言われてたよな。焼きそばじゃなかったっけ。旧作とか焼きそばとかって言ってなかった？正解だった。では最後の試練です。私を倒してください。覚悟してください。ゴーリオゴスゲッシャー、飛び蹴り使ってみようか。せっかくだからあんま強くね一緒ぐらいじゃない？いや、もう絶対勝てないじゃんこれ。はあ、バカだろおい。いや、ほんと無理じゃん。クリアできんのこれなんか足りてないか。なんかレベル4になったらすげえ技覚えるとかかな。一回ちょっとレベルアップねー。あ、許されてんだ今のは。レベル上げる。あ、今のも許されるんだ。結構あれだ、判定。これ絶対バグだろ。バグじゃないんだとし、あ、バグじゃねえんだ。バグだあそこから登る。いや違う、片道切符なのかもしれない。ここね。危ない危ない危ない。あー、乗られるし、元リンボーダンサー。あー、やべ、こいつ世界で一番強いんだった。危ねえこいつはめ殺されるから危ねえ。呪い殺、こいつあれだ、これはめ技す、はめ殺されるはめ殺されちゃう、はめ殺されるね。混乱ではめが、もうだ、おしまいだこんな強いやつがなんで急に現れんだよもう。はい、ということで戻ってきましたと。まあ道中でね、戦闘なんとかしてレベルがちょこちょこ上がって5まで上がって、しかもさらに次のレベルはね、もう25っていうところまで来ましたと。で、まあこまめにセーブしながら、まあこうやって地雷にね踏まれながらね、まあ帰ってきましたと。で、ちょっとこの下ちょっと見てないんで、この下だけちょっと見て、そしたらもう大体ワールドマップ全部行ったことになるんで、まあそれで一回ね、まあお金490あんま溜まってね結局さ、あ、ちょっとセーブして、こんな感じでこまめ、ちょっと行ったらもうセーブみたいなな、もうすぐ死ぬんだよもういいよ下もう下いいよ、めんどくせえ行って、そんで気をつけろ、これいるからな。あれは何なんだ結局。まあ一回ちょっと毒もかかってるし休もう。で、まあなんで戻ってきたかというと、まあ今なら村長に勝てんじゃねえかなってまずこいつを倒して、それから中ボスを倒す、中ボスっていうかなんだっけ、戦うと、ガーディアンを倒すと、そういう順番なんじゃねえのかなって。で、新しく覚えたんでこのビンタって技、これがね、まあちょっと強いって感じ。普通の攻撃がだいたい90ぐらいで、でこれが120から130ぐらい通るんで、まあ若干強い強攻撃ぐらい、強撃って感じで、村長はとんでもない技使ってきたらもう終わりなんで、あ、これな、これが来る前に倒さなきゃいけないんだけど、まあ無理っぽいなつまり村長も俺は倒せない。つまりこれは積んでるっていうことでいいかなこれなんか武器防御屋さんがまともなのがここしかないのよ。初めの町まで戻んないといけないの、ほらねだけど一番いい買ってんだよな俺。あと買ってないのは盾なんだよ。この盾以外はもう大体買ったのね。ボロい盾で我慢するか一旦、それしかないよね。一旦ボロい盾を買って、普通の盾が1500ゴールドするから、して戦うか。勝てんのかな。やるだけやるけどさ、このさダメージ受けてないし、この飛び蹴りがね弱いのよ。ビンタのがよっぽど強いのよ。でこのビンタの乱数上の方を引いて、それで必殺技が来る前に倒しきる。それができなかったらもう無理。これ一発耐えるとかない。あ、耐えた。一発耐えた。一発耐えたら勝ちじゃない。お、倒した。え、急にダメージめっちゃ食らったんだけど、ビンタは。しかもこいつ4000ゴールド持ってる。ちょっと待て。おい、ちょっと待て。話が変わった。おい、え、何度でまた、ええー、ちょっと2回目は無理。2回目は無理。2回目はなんでこいつこんな急になんか防御力減ってんの。めっちゃダメージ取るようになったんだけど、急に。は、さっきまで何だったの。どういうもうあれなのか。あまり俺を怒らせるな。じじい、いつまでたってもなんか戦えるから、あの後永遠にしばき倒して56,370ゴールド貯めてきたわ。しかもレベルも10まで上げた。でやってる途中で気づいたんだけど、このビンタって技、これ多分自分の今の HP が低ければ低いほどダメージ量が増えるみたいな多分仕組みだわ。なんか試しに通常攻撃したら100いくつしか食らわなくて、でビンタしたら500ぐらい食らったんで、そういうことだなっていう。だから多分今これ瀕死だから多分強いんだと思うんで、油断するな。もう油断するな。ただこんだけ強くなっちまえば、もうあと俺に足りないものは盾、1500ゴールドの盾、あれでもう完成する。で武器はもうね、今持ってるより高いものないんだよ。だからここでよこせ。売ってないんか。まあでもまあいいよ。まあその回復薬よこせ。20個よこせ。20個。あとそうだな、あとやや火薬、これも10個よこせ。あとこれも30個よこせ。あとこれは20個。あとこれはいいや。はい、いくらでもある金なら。もはや今俺が怖いのは地雷、ただそれだけ。もはや地雷以外怖いものはない。今何かしたかな。くらえ。でビンタは多分あんま効かないと思う。見ていただければ分かると思うんですけど、ビンタすると全然効くの。ビンタが一番強いの。なんか今の HP が低いとか全然関係なくて、ビンタは突然強くなるの、すごい勢いで。でこの盾を買って、1500円するこの盾を買って、俺は最強になる。10しか上がんないけどな。ただこの10が命運を分けるんだ。でもちょっとのことで俺はもう宿屋に泊まるぐらい金がある。もう金が有り余るほどにある。だから今俺が怖いのはもう本当に地雷だけ。そしてこのビンタは多分すげえ強い技な、もう分かんない。なんか回数、多分回数使う回数でもいいんだよ。お前は鬱陶しいんじゃ。お前今ダメージ受けてなかったのが見えなかったかい。お前の攻撃はもう効かないんだよ俺には。さっさと行こう。早く行こう。もう早くこのゲームを終わらせたい俺がいる。ただなんか分かんないけど、クソ村長がよ俺を怒らせちまったからよ。まあだからそのおかげでもう俺はもうしばらく金に困ること鬱陶しいんだよ。こいつ殺す決めた。お前が悪いからな。てめえがよネチ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 一生毒ばっかかけやがるから。お前が俺を逃がさなかったのが悪いんだぞ。また罪もない生命を殺してしまったよ。お前が悪いんだからな。で油断するな。セーブだ。この世界で一番大事なのはセーブだ。セーブさえしていればこのふざけた地雷地獄にも俺は耐えることができる。この作者の嫌がらせに俺は勝つことができる。でこいつは HP 結構多いからビンタで倒していく。大変だった鶏も今では一撃。そっか、裏でやってるから多分これ伝わんねえな。あいつがねあんまり経験値くれない上にね HP すげえ多くてね厄介なんだよ鶏が。ただ、そんなんは全部伝わってねえわな。ここ通れるんだわ。あぶね。許されるんですね。ガバガバ判定なんですね。で、まだ光ってないんだよね。一回外出ちゃうと、なんか知んないけど、もっぺんリセットされるっぽいんだよな。だから、もっぺんやんなきゃいけない、ここ。でも、もう大丈夫。HP 自体ももう678あるから、このアクションミスって100食らおうが、でも針は結構食らうからきついか。針がなんか400ぐらい食らうんだよなあれ。アンソニー山崎、これがね世界で一番美味しい、この子が世界で一番美味しいです。こんだけこいつねめちゃくちゃ弱いのに経験値60、さらに HP お金も50もらえます。あれが世界で一番美味しい、こいつな。こいつ今ビンタで倒してるけど、ワンパンで普通に倒そうとするとね、ビンタがまだ弱かった頃の時代の話な。ビンタなんであんな急に強くなったんだろうな。やっぱ回数かな、使う回数で急に強くなる。こいつが世界で一番ゴミ。こいつはもう二度と顔を合わせちゃいけない。もう一生はめ倒してくるから、こうやって二度と戦っちゃいけない、あいつとは。でアンソニー山崎がねだいたい通常攻撃2発で落ちるんだよ。250ぐらいしか多分 HP、 230ぐらいしか多分 HP ねえんだわ。でそれで経験値60でお金50くれるっていう世界で一番良心的なモンスターで、あいつがセーブして、今の俺なら負ける気がしねえ。まずビンタ見てくれ、俺のこの強くなった今何かしたかい。68、ああ2発強くなりすぎたのかもしれない。もうね数多くのね、おめでとうございます、先へどうぞ。まず理覚、このゲームで一番大事なのはセーブ。数多くのね、ゴミみたいなね、地雷のせいで俺はもう怒り狂ってるわけ。おやおや、こんなところに人間がいるぞ、どうしたんだい。魔術ハック、この異物だろう、分かっている。ここに来る悪魔、いや君は人間か、どちらにしろ理由はそれしかない。しまったな、戦いを想定していなかった。でも僕はあれを手に入れなければならないんだ。手を引いてもらえるとありがたいんだが、どうする。いや、そうか、ならば仕方ないな。だがしかし、今の俺の強さをなめないでいただきたい。今何かしたかい。ダメージを受けていない。もうなんかさ、バシューンとか言えよ。今なんか音もなく、なんかこいつ、なんだったんだ、一瞬動けなかったけど。今なんだったんだろう、なんか爪手に入れたけど。あれなんか今、これ、影武者を使うとき、影武者だったんだね、あいつね。なるほど。一丁前にストーリー組み込んでくるね。異物。よし、これをあいつに渡せばいいんだよな。なんか、一応なんかさ、ちょこちょこっとしたストーリーはあるんだね。やっと先進めるよ、もう。アンソニーは美味しいんだけど、もういらない。もはやもういらない。48000ゴールド。もういらない。なんなら経験値も、村長が一番うまいわけ。やべ、危ない。こんななんかつかつか歩いちゃいけない。危ねえ。危ねえ。セーブしなきゃ。癖になってんだ、セーブして歩くの。セーブして歩かないとすぐ死んじゃうからよ。オッケー。村長がマジでね、一番うまいの。村長ね、300経験値と4000ゴールドもらえるから、くそうるせえ、この、バカ感動 BGM。デモ版をプレイしていただきありがとうございました。初めてゲームを作ったため、文章力の全然ない、かっこ、プログラムの P の字もいらないため、バグとか、不具合とか、バグとか、お直し忘れとか、バグとか、フリーズとか、バグとか、紆余曲折ありましたが、とりあえず遊べる状態になりました。完成版はゆっくりじっくり作っていきます。まだまだ勉強不足でやりたいことができないことが多いので、今後ともよろしくお願いします。あと、隠しアイテムが3つあります。暇で真相な時に探して、絶対に探さねえ。二度とやらねえよ。はい、ということで、神の味噌汁デモでした。デモってデモゲームってことだったんだね。さ、完成版が出来上がる場合さ、テストプレイヤーとして一つだけ言わしておくれ。地雷を今すぐ全部撤去しろ。あれ、なんの1ミリも面白くねえから。こうやって実況動画として、俺がなんか、阿炎共感してるのを見る人は楽しいかもしれないよ。ただね、ゲームプレイヤーとして、この RPG を攻略しようとしてる人にとっては、あれマジでストレスでしかねえから。初めてだよ。街から街にさ、移動するのがこんなにも怖いって気持ち。めんどくせえとかじゃねえんだよ。怖えんだよ。最初はもう集まるが終わるからさ、もうちょっとね。で、RPG っていうタグで、パッパってこう調べてたわけ。そしたらなんか、50プレイぐらいしかされてない、これがあったわけよ。これも何かの縁だなって思ってさ、軽い気持ちで始めてみたわけ。案の定だよ。はい、ということで、神の味噌汁デモでした。ありがとうございました。